新潟からお伝えします。 JR 新潟駅周辺の在来線の高架化がすべて完了し、今日記念式典が開かれました。この事業は駅周辺を高架化することで市街地の一体化を図ろうと2006年に始まったものです。今日新しい1番線の運行が始まり、すべての在来線が新幹線と同じ高架ホームに切り替わりました。今回の全線高架化によって新潟の拠点性がですね、さらに高まっていく一つの大きなステップであるというふうに思っております。午前中には全線高架化を記念して式典が開かれています。今後は駅前広場の整備などが進められる予定です。